俺の名前はモモです。俺は全然酔ってません。誰も俺を止められない。俺が手に入れてやるその領域、スピードの向こう側を。あっ、いったったった、怪我はないな。だけど、バイクはもうダメだな。くそ。立ちました。立ったぞ。フラグちゃん、それに製造フラグさんまで。何の取り柄もない男モボ。そんなモボの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モボは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。クズすぎる行動は逆に生存フラグじゃ。命拾いしたのはわしのおかげじゃぞモブを。ありがとう生存フラグさん。あれ、じゃあなんで死亡フラグが立ってるの。一見無傷に見えても時間が経ってから痛みが出てくるケースもあるんです。というか私が来たのはそれじゃなくて。ああ、このバイク君の。警察。怪我はない。じゃあ免許証を見せて。あはは、免許はそのこの表情、貴様無免許じゃない。でも俺ペーパードライバーより運転うまいよ。事故起こした状態で言われても説得力ありませんよ。それは飲んでたからで。じゃあね、呼気検査協力してもらえますか。はい。君、署まで来てもらえるかな。そして今俺は交通刑務所にいる。事故るやつはハードラックとダンスっちまったんだよ。事故そのもので収監されたわけじゃないのに何を言っとるんじゃこやつは。無免許運転、飲酒運転、スピード違反、100万ですね。そうだフラグちゃん、俺ちゃんと病院で検査受けて全身物も異常なしって言われたんだ。俺もう死亡フラグ立ってないんじゃないか。でも変わらず立ってるんですよね。きっと刑務所で事件に巻き込まれるんですよ。刑務所には様々な凶悪事件の犯人が収容されていますから。それはない。刑務所といってもここは交通刑務所。普通の刑務所と違い凶悪犯は収容されてはおらん。交通刑務所で死ぬことはないじゃろ。開放的な施設。そうだよな、ここって交通違反で実刑食らったやつが収容されるんだろ。故意ではない事故や気の迷いで起こしてしまった違反で収容されているものがほとんどじゃ。悪質な場合は一般刑務所に行きますもんね。確かに凶悪な犯人は少ないかも。その証拠にほれ、刑務所と聞いてイメージするような檻や高い塀もない。そうだったのか。うわ、凶悪犯はいないって言ったじゃん。この人どう見ても本物だよ。あの面構え、無謀の一人や二人簡単にあの世送りにしそうじゃな。それ生存フラグさんが言うことかな。でも私も生存フラグさんと同じこと思いました。じゃあやっぱり俺死ぬの。あの、どうしたんすか。なんでもないです。それよりあなたはどうしてここに。あなたの顔って逃げ続けてる指名手配犯とか人を千人は殺してる顔じゃないですか。普通に失礼だな。俺の兄貴がここでお勤めしてまして。それは実のお兄さん以上の血の杯を交わした兄貴です。ガチですね。ガチじゃな。俺は兄貴を助けるために体にこの刑務所の地図をタトゥーで入れて違反を犯してここへ収容されたんです。プリズンのブレイクだ。そうなんすよ。でもここは檻もない、塀も低い、監視も甘い。兄貴がやろうと思ったらこんなの簡単にブレイクできてるんすよ。交通刑務所じゃからな。俺は一体何のためにここに。地図を見た時点で気づかなかったんですか。ほら、追い打ちかけるんじゃありません。自由な受刑者たち。交通刑務所って檻じゃない上に個室なんだな。快適だな。さて、男が一人ですることといえば無謀さ。うわー、キャー、フラのエッチ、スケベ、ワンダーレン。スケベなのはそっちでしょ、バカダーレ。気を取り直して、無謀さんがいるのは交通刑務所の侵入寮ですね。侵入寮ってことは他の寮もあるの。侵入寮から順に準開放寮、開放寮、希望寮となっていて、開放寮からは鍵もついておらず、テレビやこたつもあるんじゃ。快適すぎでしょ。そんなの刑務所じゃないじゃん。どうやったら解放量以上へのし上がっていけるんだ。ルーザーズでアンチェインと呼ばれる男を倒すとか。仮釈放の近い有料な受刑者が行けます。じゃあ今すぐは行けないのか。急にやる気なくさないでくださいよ。それにそもそも量が上がっても何でも自由になるわけじゃありません。え、違うの。当然ですけど刑務所の外へは行けませんしね。じゃあコンビニでポテチとコーラとピザ買うこともできないの。なぜ貴様は刑務所内で宴を始めようとしておるんじゃ。普通の刑務所と変わらない点。なんで俺がこんなに働かないといけないんだよ。刑務所なんだから当然じゃ。確かに普通の刑務所はこういう労働してるイメージあるけど、ここは交通刑務所だろ。交通刑務所も同じですよ。一般刑務所と同じ8時間の刑務作業が課せられるんです。嘘だろ、8時間も働いたら死んじまう。甘えるな、外でも一般的な労働時間じゃ。ニートは働いたら負けなんだよ。働け。はあ、
減った。こんなに働いたんだ。今日は自分へのご褒美にステーキとケーキを食べないとな。ご褒美のセンスが子供。精神の成長が止まっておるな。え？嘘？ない？ステーキも？ケーキも？モボーさん、刑務所の中でステーキやケーキを自由に選んで食べてるイメージあります？そりゃないけど、でもここは交通刑務所だろ？食事も一般刑務所と同じじゃ、自由に何でも食べたりできるわけないじゃろ。さ、俺はバイクを壊しただけなのに。無免許運転と飲酒運転と速度違反ですよ。それなのに、なんで刑務作業をやらされた上にご褒美にご馳走も出ないんだよ。そう思ってるうちは貴様はここから出ない方がいいな。更生プログラム。交通刑務所の更生プログラムは交通ルールに関するものが多いです。また仮免許の習得まですることができます。この道路標識の意味は？これも知ってるよ。車両通行止めだろ。こういうの見るとやっぱバイクは最高だなと思うよ。バイクは自由だ。この場合の車両には原動機付き自転車も含まれるぞ。はぁ、あ、ダメだったの？貴様この状態で今まで運転していたのか。シーソンフラグさん、貴様があのまま運転を続けていたら死神の仕事が無限に増えていただろう。ひどい。そういう事故を起こさないためにここで勉強させてるんだよ。俺は勉強したいんじゃない、風になりたいんだ。罪の重さは変わらない。自由時間は庭までは出れるんだな。今のうちに外の空気を吸っておこう。ん？どうしたんだ、みんな神妙な顔して。これは慰霊碑。交通事故で亡くなった方を祀った慰霊碑です。ここは交通事故で人の命を奪ってしまった人たちが祈りを捧げる場所なんです。そっか、わざとじゃなくてもそういうことがあるんだ。無謀さんは怪我もしませんでしたし、自分のバイクが壊れただけで済みました。でもあの時誰かの命を奪っていてもおかしくはなかったんですよ。そっか、俺軽く考えてたよ。刑務所が緩いのはそれがわざとじゃなくて悪質じゃないからであって、でもそれで失われた命の重さは変わらないんだ。無謀さん、解放料は最高だな。俺もうずっとここにいてもいいかも。せっかく改心して真面目になったと思ったのに、解放料に来た途端一気にだらけてますね。だってここ快適すぎるんだもん。悔い改めるということができんのか。相変わらずクズじゃな。なんとでも言え、こたつとテレビがある俺は無敵だ。何を言われても平気だ。気持ちよすぎてあとはどうでもいい。あー、ずっとここにいたい。そのためなら何でもする。あ、折れたぞ。え、貴様の生存フラグが折れたんじゃ。ええ、大変。こたつとテレビがなかったらショック受けてた。もうこんなやつ付き合ってられん。わしは帰る。え、待てよ生存フラグさん。そろそろ仮釈放だぞ。嫌だ、出たくない。こんな快適な環境を逃してたまるか。俺はもう外に出たくない。グダグダ言ってないで早く出ろ。いやー、ようモブオ。はっ、よう、お前も解放寮に来たんだな。うん、それより聞いたぞ。俺に協力してくれたらここにいられるように監修に話をつけてやる。本当か？よし、やろう。待ってください、協力ってもしかして兄貴さんの脱獄ですか？もちろんだ。交通刑務所はそんな必要ないって自分で言ってたじゃないですか。しかし俺はもうここまで来ちまった。このままじゃ俺は兄貴を残して出所しちまうんすよ。本当に何しに来たって感じだな。だから俺が出所するより先に兄貴を出してやりて。わかった、協力するよ。うえ、言っただろ、ここから出ないためなら俺は何でもするぜ。くそ、見つかったでしょうね。ゆるく見えても刑務所ですから簡単に脱獄できるわけないでしょ。このままじゃ。そうだ、監視さん、こっちです。もうさ、何を。この人を脱獄しようとしてます。お、俺落とされてて。最低。仕方ないだろ、俺のピンチなんだから。このゲス野郎。はあ、危なかったぜ。助かりました、カッシュさん。お前も共犯だと知ってるんだよ。嘘だろ。出して、俺脱獄に協力しただけじゃん。協力したなら捕まるのは当然ですよ。おお、檻がある。やっぱ刑務所はこうじゃないとな。監視してんじゃねえよ。こたつでテレビなんて言わないから、せめて檻から出してくれ。自業自得ですね。こうしてモブオは極悪犯も収容される一般刑務所に収容されてしまうのだった。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。